島根県警松江警察署の署長が複数の女性職員に対してセクハラ行為をしていたことが内部調査で判明しました。警察は2日付で署長を本部長訓戒としました。2日付で本部長訓戒を受けたのは松江警察署長の梶幸正警視正です。梶署長は令和4年4月頃から令和5年2月に複数の女性職員に対して容姿や体型、プライベートなどについてセクハラにあたる発言をしたということです。警察の内部調査でこの問題が判明しましたが、梶署長にセクハラ行為の認識はなかったということです。梶署長は嫌な思いをした職員に対して大変申し訳ないと話しているということです。島根県警の石川博明警務部長は職務倫理教養を徹底して再発防止に努め、県民の信頼回復に取り組みたいとしています。島根県警は2日セクハラ行為による本部長訓戒を発表しましたが、梶署長の名前は明らかにしませんでした。